はい。山本一郎です。こんにちは、えー。皆さん、チャンネル登録とコメントのよろしくお願いします。ということで、今日話をしていきたいなと思っているのは、日米首脳会談が終わってですね、共同宣言が出たんですけど、まあ、全部盛りで、ちょっとびっくりしたぞって話なんですけれども。<laughs> うんまあ、菅外交が良かったというよりはねこうどちらかというとそのちゃんとした日米外交がその外務省路線の上に乗っかって戻ってきたぞという雰囲気があるわけですよね。まあ、この辺こう、ねえー、安倍晋三政権のいわゆる官邸外交と言われているものと、まあ、今回の、ね、菅さんをそのきちんと担いだ外務省との間で、まあ、きちんとした、ね、路線の調整ができたのかなと思いつつです、ねまあ、ここまで全部盛りになるようなその共同声明になるとはちょっと思わなかったのでもちろん、ね、報道ベースではその、まあね、日米共同宣言の中で,です、ねえーまあ、新たなる同盟 ニューニューエラーっていう,その、ね、こう表現が非常にこう気になったわけですけれどもいや新たな同盟を築き直す日米同盟の中でその、まあ、台湾海峡もきちんと明記されてさら、ね、にはその自由で開かれたインド洋みたいな表現まで入ってておおおここまで行っちゃっていいのかよというようなところも、ね、結構その単語ベースできちんと盛り込まれていましたでこれからその材木が詰め,ていく詰められていくにあたってです、ね、おそらくその2プラス2からの議論 を経て今回の日米首脳会談があってじゃあ、格論という形でその、まあ、日米で、ね、話し合いをしていくんだというところまではいったというのは、まあ、ある意味その菅外交の、まあ、無難な勝利というような言い方になるのかなと。 いうふううふに思うわけですよねもっとひどいことになるのかなともっと変なこと言われてであんまりこれやっとけよみたいなことで分かりましたみたいなそういう雰囲気のなんかあ、まあ、立ち位置になる可能性もやっぱり否定できなかったんですけれどもやはりその事前にこうきちんとお、まあ、詰められたものに関してはきちんとその話し合いが済んだ形跡がある共同制限になっていてですね、まあ、それこそほぼ全部書かれていましたであの特にその新疆ウイグルと、まあ、香港に関してはまあ明記されてですねただこうこいこうチベットと内モンゴロが書かれなかったのはんでだろうっていうのはちょっと思ったんですけど そこはまあ気になった台湾があって北朝鮮話があって、えー、まあ東南シナ海の,その海洋進出に関する話があってで、えー、まあ自由で開かれたインド洋、まあ、そこら辺も含めてそのいわゆるその従来の安全保障の原型においては日米できちんとパートナーシップを組みながらやっていくんだよというところに関してはほぼ漫画界と でそこにはその韓国の話は一切書かれておらずです、ね、えー、まあそこはです、ねまあ、日本側が書かないでくれと言ったかどうかは分かりませんけれども、まあ、そこら辺はその今回拉致違いになりましたと。で、えー、まあついでその、まあ、東シナ海とロシアに関してはあんまり書かれなかったと。で、一方でその、今回、尖閣諸島、その日米安保条約第5条に関するところに関しては確認が改めてされて、まあ、これはまあ規定路線だったんですけど、そこに加えて、サイバーと で、えー、航空中が入ったのはまあそれこそですね、えー、まあアメリカ側がするとそのいわゆるキャッチアップ路線と言われている部分はきちんと明記されたんでそこは良かったなとなので、えー、まあこれからその日米の間でその、まあ、いわゆるそのコアステート同士っていう言い方なのかもしれませんけれどもきちんとしたその中核州同士をまあ重ね合わせながらですね、えー、共通の価値観を持った日米両国が一体となって、えー、まあ産業面 安全保障面必死になってやっていくぞと、でそれに関してはそのサプライチェーンに関する考え方も明記されて、特に半導体に関するサプライチェーンというのは結構明記されていたので,です、ねあ、そこが主眼になるのねと、まあ、一方でそ,のそれをその言っているそのアメリカ側のごく少数の、まあ、安全保障の専門家、もしくはその経済政策の専門家の意見が色濃く反映されているんだと,とならば、日本に対する強い注文がこれからたくさん出てくるんだろうなと。 まあいうことを予見ささせる内容だったりですよねまあさらにはその今回出ている中でいくとそのまあクリミネートっていうかその気象変動ですよねこれに関してはその低,低炭素社会実現に向けたその統合的な協力関係を日米で築いていくとでそれはまあ取りも直さずそのゼロカーボンだとかまあまあなんていうのかなこう 天端素社会を実現に向けた産業力強化、競争力の確認という部分も含めてですね、まあ、日米で一体となってやっていくよと言ったときにです、ね、要その国家同士がここは手を取り添って、まあ、同じようなハーモナイズされた規制をどこまでそのまあ合意の下で組んでいくのかでこれはそのいわゆる今までどちらかというと州レベルでやっていた環境規制をですね連邦が巻き取るというところまでその踏み込んで言ったのかもしれないですよね。 まあこのあたりはそのあのらくその外務省あたりからきちんとリークがあるんじゃないかと思ってるんですけれども、どこまでそれをその日米の間でその事務協議のところに落としていくのかと、ただその事務協議の中身については、まだ全然そのぼう防用としていて見えない部分もあるので,で、すねそこでこうどういう産業がどういう形でその再生エネルギーを確保していって、ですねその電源について、いわゆるそのゼロカーボンであればいいというものなのか、もしくはそのゼロカーボンではなくだけではなくてその、まあ、核開発も含めてですね、 その周辺の,その電源に関しても今回、どこまでこうねコミットしていくべきもの,のかっかということはこれから議論されていくのかなと思いますと、まあ、その点でいうとその民主党政権の前ですけれどもアメリカの,その競争力というのはその非常に安いエネルギー源がありましたとそれはそのまあアメリカもともと産油国ですしまあそういう古い石油を掘り出すための井ですね、えー、まあこれが非常に多くのメタンガスのような温暖ガスを出していたんじゃないかという疑惑があっ,てた,あったりとかです、ね、あと、いわゆるそのシェールガス革命という れているものがそのアメリカの,そのエネルギー供給価格を大きく下げてきたという経緯があるわけですね。でそこにその再生エネルギーです、低炭素ですって言ったときにです、ね、アメリカの競争力を支えてきたその安い電力、安いエネルギー価格っていうところがあ、まあ、大きく毀損される可能性も今後は出てきますよねと、まあ、そ,そうなったときに、いろんなものが困るので、えー、そういう安いエネルギーがそのボンボン出てくることのないよう、そういったものに関してはどんどん、ねえーまあ、規制をかけていって、まあ、そういうその安い電力をこう使って出てくるものに関してはその炭素税でですね 国境、まあ、炭素税でしっかりとその年を納めさせてですねやっていく必要があるんじゃないのかなと思うわけですよね。 でそうなると、やっぱり、がその日本のエネルギー政策なんていうものも非常にこう強い興味、関心の枠内に入ってくるわけですよ。まあ、ここもやっぱりこう議論の中でも、ね、ちょっと触れられていた箇所があったのでまあ気になったんですけれども、まあ、日本もそこに関してはその一緒になってパートナーシップを組んで研究開発をしていくよというのが書いてあるんですけど、やっぱり日本はです、ね、地熱風力、太陽光、3つの,その再生エネルギーの分野においては、なかなかその先進的なリーダーシップを取ってこれなかったというまあ側面があるわけですよね。で特にその山勝ちなのであままり太陽光をうまくやって っていくぞう太陽光発電に関してはですね、まあ、あんまり前向きではなかったで、特にメガソーラーに関してはですねやっぱり日本、山切り開かな,ないとなかなかいい立地がないよって話になっていると、ですね当然その水質の問題だったりとか、えー、まあ災害の問題だったりとか、まあ、いろんなところでこうアセスメント上難しいものがいっぱい出てくると、アメリカ見て大量砂漠があるところにこう太陽光を置いときゃいいんだよという話にはならないので,ですね、まあ、そうなってくるとやっぱり日本はですねそのまあ東南アジアとかそのサウジアラビアとかいろんなところに出ていってです、ねまあ、そこでその太陽光発電をいっぱいやって、えー、そこでこう 脱炭素のね炭素の吸収の仕組みがあってそでこで炭素を稼いでですねで日本でその再生エネルギーがなかなかできないところに関してはその、まあまあ、向こうでこう、ね、炭素をいっぱい回収してきたから日本でこのぐらい炭素を出していいよみたいなそういうような形での,その政策をアメリカと一緒にこう認めてもらいながらやっていくということがまあ求められていくのではないかなというふうに思いますそういう点でいうとそのやはりその中国の隣にある日本がですね、まあ、ある意味で、まあ、ある意味でっていうまあ あのアメリカの側の言い分もきちんともうよく見ていくと、ですねやはりその重要性を増したんだということが、まあ、明確に、えー、伝わってくるような声明だったですよね。まあ、これがそのあんまり重要じゃないんだよって話になると、ですね、まあ、それなりのことにはなっていたかもしれないですが、やっぱりかなり、えーまあ、ジョセフ・バイデンさんの発言もそうでしたし、今回の共同宣言の中でもですね、まあ、非常にこう踏み込んだなっていう、まあ、そこまで相場な的に。 全ての単語を盛り込んで、さらにはその新しい同盟をこう築いていくのやというところまでこうね、前進をしていくんだっていうところはやっぱりアメリカ側から強くその日本側にえお前ら頑張れよと背中もケツも叩かれたような感じがやっぱり見受けられるわけですよね。まあ、そこはやはり民主主義国として、アジアのまあ防波堤として再び冷静の最前線に立つ可能性やっぱりあるので,ですね。まあそこは よくも悪くも、まあ、日本の価値,価値をまあ認めてもらえているアメリカのために日本がまあ当面何ができるかということを考えていかなきゃいけないポジションなのかななんてことは思いますよね。で、えー、まあ,あのその中で、まあ、ちょっと気になった文言もまあ多々あるんですけども特にその、ねえーまあ、辺野古の話が出ていたりとか、まあ、まだまだやるんだよとかって言われてもねそれはそれで困っちゃうわけなんですけど、まあ、やるんだよって言われちゃうと、まあ、それはそのしょうがないのかななんてね思いますよね。 まあ、もう他にもさまざまなその論点が今回の共同宣言の中に入っていましたあの、えー、わざわざ「マゲ島まで、ね、名前出してきて「えー、マゲと砂利大丈夫なのか」<laughs> なんかスキャンダル含みじゃねえのとか思いながら見てたんですけどねそれはまあ大丈夫でしたねとさらにはその、ねえーまあその,後のその記者会見のあのあの,あの、まあ、質問で,です、ねまあ、日本の記者の方がです、ね、その五輪どうするのみたいな話があってやっぱアメリカ側すると、えー、五輪やってくれっていうべきポジションにもいないのでその努力は評価するみたいな そういう言いいい言方になっちゃいますよねでそれはやっぱりその、まあ、菅さんとしてはですね、まあ、選挙対策というわけではないんだろうけれども自分の代にきちんとオリンピックをやって歴史的なその中にこう、ね、自分がそのきちんと名前を残すっていうことに執着があるんでしょうけれどもそういった点でいうとその五輪をそのやるのか中止するのかっていう点に関しては引き続き菅さんが意欲を持って五輪をやるやというようなことを言ったということで、まあ、それはそれでよしとするということでいかがでしょうかね。でまあ、さらににはは日本の政治日程に関しては 今回ほとんど触れられていませんでした。 えー、これは本当ね、都、えーまあ、議会選挙だとか、もしくはその、ね、あの知事選がいくつかあったりとか、あと、まあ、解散・総選挙やるのやらないのっていう話に関しても、本当であればね、お前らのところの,その政治の盤石性大丈夫なのかと、昔だったら言われていたべきところがですね、今回はまあ一言も触れられず、バイデンさんもわざわざね、えー、菅さん大丈夫なのっていうような疑問を呈することもなく、無事に、えー、そのあと乗り切ったという点においては、まあ、菅さんはまあ,ある意味、ラッキーだったのかなと。 えー、まあいわゆるその安倍さんとトランプさんのようなです、ね、劇的な関係っていうのはあのベタベタしたなんかねこうギ,ュギュッと握手するような感じではなかったけれどもまあおおむね合格点というふうに言われても一、えー ような感じの共同声明が引き出せたということはですね、えー、まあ菅さんからするとラッキーだったのかなとあと、良いタイミングでその、まあ、官邸外交からその外務省の方に本来やるべき外交に戻っていったことで、えー、まあ外務省もかなり頑張ったのかなというふうに思いますね。 でえーまあ、最後にその、まあ、産業面ではです、ね、ちょっと個人的にはもうちょっと踏み込んでほしかった分野も、えー、なくはないんですけれども、そこはこの後のことなのかなというふうには思います。特にそのデジタル人民元みたいな、そういうある意味、デジタル通貨、暗号資産に関するものに関しては、ちょっとあまりこ、まあ丁寧には触れられなかった、いわゆるドル決済の根幹を脅かすような、あそういう仕組みに対して、日本はアメリカと一緒に対抗していくのであるみたいなことを言うのかなと思ったら、言わなかったですね。 えーまあ、それに関してはですね、まあ、アメリカのやっぱりその世界をある程度その、ね、あの支配できている覇権国家として、まあそまあ、尊重される理由の一つはそのドル決済、まあ、コロレス口座を使ったそのまあ決済の仕組みというのは非常に重要視されてそれを脅かす、まあ、デジタル人民元みたいなものはもう言われるかと思いきや言われなかったというところは、まあ、ちょっとその辺はそのこれからの研究課題として、まあ、いろいろな人たちがこれからやっていくことになるのかななんてことは思いますね。まあ、なんていうの まあこう思ったよりも良かったんじゃないですかね、まあ、評価としてはまあ菅さん頑張ったねというかまあいいお膳立ての上にきっちりと菅さんがやるべきことをそのまあやりきった感じはしますね。 その点では、まあ、あのちょっと、ね、突然1週間延ばされたりとか、あと必要なアジェンダが動く最近まで決まらなかったというような報道が出て、まあ、そのうさをしたりとか、さまざまなことがあったんですけど、も、お、まあ、概ね、えー、我々が思っていた以上に、えーまあ、良い形で決着をしたので、まあ、そろそろで良かったなと、サイバーセキュリティに関しても書かれたし、えーまあ、グアムについても書かれたし、えー、航空宇宙についても書かれたし、良かったなというふうに思いましたね。 えまずはその、ね、関係者の皆さん、少しはほっとしたところがあるんじゃないかなと思うんですけれどもね、えー、まあこれで気を緩めずに、しっかりと日米関係の,その、ねえー、細部の詰めのところをです、ね、これが事務局のところでやっていくなと思うんですけど、その辺はもはぜひ皆さん、引き続き注目していっていただければいいなという,うに思いますね。はい、ということで、どうもありがとうございました。失礼します